はい、皆さんこんにちは。今日は、マゾマーゼルルールの松本さんを川越祭りでちょっと散策してみたいと思います。はい、こんにちは。こんにちは。松本さん、このちょっとルールのまずスタートの時点のお話からお願いしたいと思います。はい、分かりました。はい、こちらの通りは大正ロマン嫁通りという通りになります。しかし銀座通りの名前が大正ロマン嫁通りという通りに変わりまして、はいはい、そのど真ん中の、場所にあるマドモアゼルルールという刺繍の作品と教室と、あと私の帽子の作品が販売しているお店です。これが帽子ですか？そうです、私が作った帽子です。はい、デザインしたわけですね。はい、こんなのを作っております。はい、それがそのルールというところで販売しています。はい、じゃあ、これから川越の街を、川越祭りを散策していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。これがシャンパン。シャンパンです。はい、そうです。お酒入ってる？そうです、 7% です。あ、はい、着きました。川越の熊野神社八田ガラスが、ご神体っていうのかな、わかんないけど、祀られてます。もともと北条政子と関係があるんですかね。はい、銭洗いとそれから八守を作る、はい、勝負ごとお願いするの。ああ、なるほど。縁結びの神様みたいになんかカップラーが来てなんかやってました。はい、じゃあ行ってきます。銭を洗って、はい、服があって、そうですね、お金を清めて、またリターンがあるってことですね。あ、ご利益ありました。いや、私は花もどうかできなかった。いや、札洗っちゃダメですよ、お金銭なんで。それで一匹島姫の御事っていうのが、はい、ご神体、はい、大事です。これはなんていうの？レンケージ。レンケージ。はい。ここの、大体有名なお寺からはレンケージじゃないですか？そうですね。はい。本当です。じゃあこれからまたレンケージの方に行きますので。はい。はい。じゃあ銭を洗います。はい、待ってかける。はい、洗いました。はい、増えるといいけどね。再生は池の中に入れず、再生箱に入れてくださいでしょ。入れまーす。熊野神社に来ました。はい、どうぞ。の様子を今回ってるんですけど、熊野神社さんの方は今日はすごいお客様いらしてますか？そうですね、おかげさまで初めのお客様になりました。そうなんですね。どうですか、絵本家の方と勝負事だとどっちの方が見てますか？どっちの方は、はい、おかげさまで。このでも勝負すごく可愛らしいですけれども、こういうのを作っていうのも、あのお仕事とできることも、そうですね、私たちにこう、はい、やらせてもらって、なんか清らかな気持ちに私たちもなりました。はい、頑張ってください。どうもありがとうございます。
はい、ここが結びの場という、うん、庭ですね。庭ですね。結びの庭。はい、縁結びだ。そうですね。はい、ああ、ヤタガラス様から、はい、一言いただけるそうです。はい、あ、カップルが。はい。あ、なるほど。本当に二人で、はい、回って、はい、お参りするそうです。はい。じゃあ今ですね、はい、連絡町の橋の方の、はい、進んでる途中ですね。はい、今転倒になります。はい。で、結婚前の女の子と、はい、投資も持つ。で、あ、ありがとうございます。そうですね。はい、店に向かって、今お囃子の方を奥で、はいはい、行ってます。それでは粘着町の方の今私の、はい、先頭にお名前をお願いします。私見えたと思います。先頭、頭の一番上に立っているシンボルの、はい、お人形なんていう名前を、はい、あれは太田道館といいまして、川越城を築城した武将の方のお人形が飾られています。江戸城も築城したんです。あ、そうなんですね。なんか国際フォーラムのところにも銅像ありますよね。はい、ね、すごいですよね。あ、ジャムの前にも結構さすがここに銅館で電着町の新品のものが電着町の、ね、シンボルが銅館だったんですけど、はい、大体何年ぐらい前からやってるんですか？ルールの帽子担当の松本です。ありがとうございます。